はいどうも皆さんこんにちは、サッカー分析 YouTuber のドゥです。今回は2024メジャーサジーツリーグ第35節ラオスコモト VS レノファイマグチ FC の試合を解説していきます。本編に入る前にぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは本編に参りましょう。まずは今回の動画についてですが、まずは、収録する時間、動画を作成する時間というのがあまりなく、今回かなり遅れています。申し訳ございません。そして、この後、今回も、動画作成時間がないということで、その内容についても概略だけ、細かいところはあまりお伝えせずに概略だけ述べていくことにします。申し訳ございません。それではまず両チームのフォーメーションからです。ロアスコントは3-3-1-3、レノファイマグチ FC は4-4-2、ロシアはいつも通りのフォーメーションとなっております。ロアスコントは富山翔司選手が左のウィングに戻ってきたということで、これは大きな復帰だかなと思います。それでは前半からです。まずこの試合はとにかく風が強い、こちらが大きな影響を及ぼしていたかなと思います。前半はロアスコント側が向かい風、おそらく山口側がコートチェンジをしたのではないかなと思います。いつもならば左から右に攻めるのが、ホームの時のロアスコントですが、前半の間右から左に攻める、いつもとは逆に攻めるということで、レノファがコートチェンジをした、風を考えてコートチェンジしたということだと思います。そういう風の影響がありまして、やはり向かい風の状況でロングボールを蹴っても、このように自陣側に返される状況になってしまう、ボールが伸びないということもありまして蹴ることが難しい。ですので今回ロアスコントは、基本的には、前半序盤は後ろからつなぐことを試みました。もう田代選手のところからつなぐ、このような状況になっていましたが、レノファ山口 FC、去年とは打って変わって、もう今年は徹底的に守備をやる、そういうチームに変わっています。ですのでロアスコントはそのプレスというところ、レノファ山口のプレスというところにかなり苦しめられました。具体的な形はあまり提示しませんが、レノファのプレスの形としましては、ほぼマンツーマン、一番わかりやすいのは後ろの方のところを見ているとわかりやすいと思いますが、このように4バックに対して、ロアスコントは3トップ1枚余る状況になるのですが、このように小谷選手がどちらかのサイドに寄っていたりすると、どちらかのセンターバックの選手がちょっと前目にいたりするという感じで、もうほぼマンツーマン、他のとこも、ほぼマンツーマンでついていたかなと思います。という感じでついていました。特にゴールキックの時はやはり、ボールが大きく伸びないということもあり、一番やられたくないこのエリア、裏のリスクがないということもあって、もうとにかく徹底的にマンツーマン、そしてボールが出たら、サイドに追い込んでいく、そういう守備は徹底的にやっていたかなと思います。これに苦しんで、もう何度もボールを奪われて、結果的に前半14分にビルドアップのミスから、失点してしまいました。本当に、この状況、もちろん難しい状況ではあったんですが、結果的にこの後失点後、ゴールキックを蹴るようになりました。蹴るようになった後からは、その後からはうまくいくようになり始めました。なぜかというと、やはり、ボールが伸びない、自陣が返されるとはいえ、やはり結局相手にとっても風というのは、もちろんボールが読みづらい状況は結局相手も一緒、もちろんリスクがどちらかにあるかというのはまた別ですが、相手もボールが読みづらいというのは一緒ですので、一度ロングボールを送り込んでしまえば、その後のセカンドボールのところ、向かい風で返されますが、しっかりと読みで勝つことができれば、相手により先に体を入れることができればボールを回収できるということで、ゴールキック飛ばすようになってもボールは回収できるようになりました。これで結果的に前進することに成功。そして、ここまで来れば、ロアスコモト、もう押し込むのはいつも通りのことですので、しっかりとできていました。いつもの形、3-1-5-1のような作った形を作って押し込む。相手陣に押し込む。さすがに、レノファ山口 FC も自陣まで、押し込まれると、ミドルブロックに近いような形を作っていました。このような状況になると、レノファのプレスのスイッチは基本的にはサイドハーフ、
ロアスコートが例えば左から右のまで大西選手まで流したときにこのようにサイドハーフの選手が出てくる、まあ、これは町田などもやっていた典型的なプレスですが、まあ、こういうプレスをかけるというのが基本でしたが、まあ、この構造を見てもらえば分かる通りロアスコートがこのように 3-1-5-1 のような状況になると相手のフォーバックに対してかなり数的に有利な状況を作りやすい状況になります。その状況、相手を一度押し込むことができればこの状況を作ることができていましたので、そしてまた、この辺の中での質、こういう中でのプレーの質というのは、まあ、ロアスが上回っていた、押し込んだ後のプレーの質はロアスが上回っていたこともあって、チャンスを作り始めます。結果的に20分、クロスを入れてその後のごちゃごちゃしたところから得点ということで、こちらは石川選手の技術が輝いたシーンでもあったかなと思いますが、まあ、結果的にゴールキックを伸ばすようになってチャンスを作れるようになり、まあ、結果的に得点に結びついたそういう展開になりました。対するレノファ、この後、ロアストが得点した後はまだレノファのペースに若干戻ったかなと思います。レノファの攻撃についても触れていきます。攻撃の構造ですが、4-4-2 のまま攻撃というわけではありません。私が見ている限りでは、左サイドハーフ線の選手、まあ、吉岡選手が中に入ってくるシャドウのような形。で、おそらく右のボランチ佐藤選手もシャドウのような位置に上がっていたかなと思います。で、田辺選手がワンアンカー。そして、この左サイドバックの選手、こちらが、ウィングの位置まで上がって、そして後ろが3バック。このような感じで、ちょっと見づらいかもしれませんが、3-1-4-2 のような形を作っていたかなと思います。で、こちらにこのような変化をする理由ですが、まあ、おそらくやはり、試合を見てもらった方はわかると思いますが、レノファはもう全く後ろからつなぐということはほとんどせず、特に前半ほとんどせず、基本的にもうゴールキーパーにボールが渡ったらもうロングボールを蹴る、そういうサッカーでしたので、やはりこの中の密度、特に2列目の密度、ここを上げたいということもありまして、やはりこのような形を取ったのかなと思います。これに対して、まあ、ロスカウントはいつも通りマンツーマンディフェンスということもありまして、豊田選手が結果、左サイドハーフのこの吉岡選手についていく、で、大本選手はこの左サイドバックの選手についていくということもありまして、結果的に、ロアスがいつもの守備をやっているか、やっている状態になると、いつも通りマンツーまでやっていると、結果的に、このように、大本選手がサイドバックのような位置、豊田選手がボランチのような位置ということで、まあ、マンツーマンなのですが、まあ、実質的に見れば、まあ、5-2-3 のような形にもなっていたかなと思います。石川選手は、このセンターバック、両センターバックの選手を一人で見ているという状況でした。まあ、実はこの状況、この石川選手が一人で二人を見ているという状況が後半少し苦戦する原因にもなります。ですが前半はそこは出ませんでした。という感じで、レノファはもうはっきりとしたサッカー。それをやって、まあ、両者、前半途中からはもうロアスコートはあまり攻めれず、もう基本的に山口の時間だったかなと思います。ですが、まあ、失点は許さず、結果的に1対1のまま前半終了となります。続いて後半です。後半も変わらず、やはり風というところは強かったです。この影響は大きかったと思います。が、ラスコート、後半は当然ですが、前半向かい風でしたので後半は追い風。追い風になったので有利の状況になる、誰もがそう確信していたと思いますが、残念ながらそうなりませんでした。なぜかというより、まあ、ロアスコート後半はもうロングボールをほぼ蹴りませんでした。おそらくこの原因は、ロングボールを蹴ることで、まあ、追い風ということもありまして、そのままディフェンスラインを越えてゴールキーパーのボールまで渡ってしまい、キーパーにキャッチされてしまう。それを嫌がったのかなと思いますが、まあ、理由はともあれ、まあ、後ろから繋ぐということを、まあ、前半と変わらずにやってきました。後ろから繋いでいく、行こうとするのですが、追い風になったとはいえ、まあ、当然ですが、相手のプレスは変わりません。ガンガンプレスかけてきます。もうほぼマンツーマンでプレスをかけてきます。結果的にどこにでも時間を作ることができず。そしてこの試合を通して顕著に感じたことですが、まあ、別にマンツーマンで守備に疲れるというのは、まあ、普段からあることですが、
まあ、やはり山口の強度の強さというところに、まあ、少し腰が引けたのか、まあ、正直選手の動き一人一人があまり良くなかった。いつもなら、選手、ボールを持っていない選手がこのように動いたりしてスペースを作ってそこで受けたり、そういうプレーがいつも多いのですが、今回はあまり見られなかった。まあ、それはおそらく、まあ、ここのボールホルダーに対する寄せが早いので、もうそれをやってる暇がないというのもあったかもしれません。という感じで、もう動きが本当に良くなかった。もちろん山口のプレスが良かったというのもありますが、まだその選手側のプレスも、動きも良くなかった。そして、小長谷選手までボールが渡ったりしたシーンもあったんですが、この辺は選手が後ろのプレスバックに気づかず、まあ、かっさらわれて結局チャンスにつながらない、そういうシーンもありました。という感じで、結局せっかく追い風になったのにその利点を生かせないまま試合が進んでいくという状況でした。が、やはり追い風の状況ですので、裏に一発蹴ればチャンスになる、そういうシーンだかなと思います。もちろんキーパーボールになる可能性が高いのは高いんですが、キーパーボールになったとしても、そこの、結局、このキーパーがもし蹴ることになれば、やはり、レオンハで山口としては、向かい風の状況ですので、やはり自陣側に帰ってくる。そこをまた狙って、どんどん相手を押し込んでいけばよかった。そういう状況でしたので、蹴らないという判断は正直あまり良くなかったかなと思います。対するレノファは、策をしっかりと打ってきました。前半も後半もレノファの攻撃の形は変わりませんでした。吉岡選手が中に入ってきて、ツーシャドウのような形。そして、左サイドバックの選手が上がって、3、1、4、2の形。こちら変わらなかったのですが、前半もお伝えしました通り、石川選手がこの両センターバックの選手のを、1人で2人見ている状況でした。レノファ山口はそれに気づきました。まあ、というより、まあ、おそらくハーフタイムに指示があったのだろうなと思いますが、まあ、これに気づきまして、どうやったかというと、レノファ山口が、前にしか蹴らない、ゴールキーパーがキャッチしたら前にしか蹴らないという前提で、まあ、分析で、まあ、事前の分析でそうなっていたと思いますので、石川選手はキーパーの前に立つようにしていました。まあ、これは、もちろんキーパーがもしミスをした時にすぐにボールを回収して、そのままチャンスにつなげるという意図もありますし、まあ、前に立っておくことで、このように、グラウンダー性の、速いボール、それを蹴らせづらくするという意図もあります。まあ、そんな感じでここに立っていたのですが、これを利用して、ここの2人が空く。ここの2人が空くんですが、特にヘナン選手の方、こちらが空くということを利用してヘナン選手につけていました。で、2人でに対して1人で見ているという状況でしたので、石川選手がもうこれを追いかけるのですが、まあ、当然ですが、もう圧倒的に差をつけられている状況ですので、ヘナン選手がどんどんボールを持っていきます。マスコットは、もう1人、後ろを1人フリーにさせた状態で、他は全部マンツーマンという状態ですので、もうこの状況になると誰もプレスに行けないという状況になってしまいます。で、ヘナン選手が、ここまで、もうハーフウェイライン付近まで上がってきて、その後、ロングキックを蹴りますので、まあ、結局、レノファは向かい風なのですが、もう結局ハーフウェイラインまで上がれてしまう。それで結局向かい風が無効化されてしまう。という感じで、結局さらにこちらの守備面に関しても、ロアスは風の利点ということを全く活かせていない状況でした。これが、後半途中で、大崎選手が、小長谷選手に代わって投入されたとき、そこからは、多少良くなったかなと思います。なぜかというと、まあ、もちろんまず大崎選手が、まあ、おそらくコーチングが入ったんだと思いますが、しっかりと、この間のら辺に立って、キーパーの前に立つのではなく、この間ら辺に立って、ヘナン選手にボールが入ったら、すぐに寄せるようにしていた。で、まあ、大崎選手は足が速いですので、ヘナン選手も少しミスキックが増えた。これにより、まあ、レノファは攻撃の糸口をちょっと見失って、結果、後半の最後の方はロアスの方が若干ペースを握っていたかなという印象でした。こちらに関しては、まあ、石川選手、もちろん事前のスカウティング通りにここに立っていた、まあ、それはルールをしっかり守ったという意味ではいいのですが、まあ、やはり試合中状況は変わりますので、ベンチからのコーチングが入る前に、まあ、自分で判断してほしかったかなと思います。まあ、こちらに関しては、まあ、またこれからどんどん改善していく必要があるかなと思います。
やという感じで、両者結局攻めあぐねて、もう後半に関してはお互いに1本ずつぐらいしかシュート打ってないという状況で、1対1でそのまま試合終了となりました。総括ですが、まあ、正直今季最悪の内容だったかなと思います。せっかく風という分かりやすい条件があるのに、まあ、それを全く活用できていない、まあ、特に後半は全く活用できていない賢くないサッカーだったかなと思います。特に今回のように、まあ、特に山口、本当に去年の町田レベルでやはりプレスの連動、ここが圧倒的に高いです。こういうチームに対して後ろからつなぎに行く、もうこれは罠に自分たちから掲げに行っているようなものです。そんな賢くないプレーはするべきではありません。いつも言っていることですが、まずは、つなぐのではなく相手のラインを押し下げる、押し下げるためにはどうするか、裏に裏を取る、これをまずは徹底してほしいなと思います。まずは裏を取りに行く、まずは裏を取りに行って、まあ、これで裏を取りきれなくてもいいです。チャンスにつながらなくてもいいです。それによって相手が警戒して相手がラインを下げてくれれば、それだけ手前につなぐスペースが生まれる、そこでつなげばいいという感じで、順序を間違えないでほしいなと思います。もちろん風という状況で、まあ、ロングボールが難しい状況でありました。追い風にしろ向かい風にしろロングボールを使うのが難しい状況でしたが、まあ、最低でもレノファは前半それをうまく活かせていた、という状況があります。まあ、レノファのもちろん割り切ったサッカー、もうこの辺に、ボールを持った時に、まあ、もうちょっとプレッシャーをかけられたらもう手前に前に蹴る、でもうどんどん前進していく、まあ、そういう割り切ったサッカーというところも、まあ、功を奏していたと思いますが、それにしてもロアッソの賢くない戦い方というのはあまり良くなかったかなと思います。改めて次節からまた相手のラインを下げる、そこを徹底してほしいなと思います。個人的 MVP ですが、こちらは石川選手と田代選手を選ばせていただきたいと思います。確かに石川選手ビッグチャンス1本ありました。こちら決めきれませんでしたが、今回、チームでたった2本しかシュート打てていない、本当に最悪なスタッツなんですが、まあ、そういうチームでただ2本しかシュートを打ててないぐらいしかチャンスを作れていない状況で1ゴールを取って勝ちのチームにもたらしてくれた、もう本当に大きな仕事だったかなと思います。決してやはり常にうまくいく試合ばっかりというわけではありません。まあ、正直今回は、戦術次第でどうにでもなるかなとも思いましたが、まあやはり、そういう時もありますので、こういう時にストライカーが仕事をしてくれるというのは本当に大きいです。勝てた試合ではなく負けなくてよかった試合というところを皆さんは今回は、まあ、思ってほしいなと思います。本当に石川選手は大きな仕事をしたなと思います。そして田代選手はまあ言わずもがなですが、もう本当にあれだけ一方的に攻められている状況で、まあ、わずか1失点しかしなかった。その1失点はもう完全にもうハイライトを見てもらえばわかりますが、もうディフレクションの仕方が、まあ、横にずれるとかではなくて上にずれてしまった。もうこれは本当にどうしようもないかなという感じでしたので、もうこれは仕方ないかなと思います。本当に1失点に抑えた本当に素晴らしかったなと思います。得点を決めた石川選手、チャンスが少ない中で得点を決めた石川選手、そしてあれピンチが多かった状況で、1失点に抑えた田代選手、両者ともにもちろん良くなかったところ、まあ、良くなかったところという言い方は変かもしれませんが、まあ、結果を出せなかったところもありましたが、本当にいい仕事をしてくれたなと思います。こういう苦しい試合でもこうやって仕事をしてくれると、こうやって仕事をしてくれて勝ち点を拾っていけると、本当にどんどん強くなっていきます。やはりこういう時に勝てるかどうか、こういう時に勝ち点を持っていけるかどうかというのは本当にこれから上を目指していく上で大事ですので、こういう2人の働きというところはまたさらに大事になっていくかなと思います。最後に次回告です。次回は2024メジャースタジオ2リーグ第36節ラスコモト VS モンティディオ山形の試合を開始していきます。10月28日月曜日に投稿予定です。ぜひご覧ください。今回改めて動画が投稿遅れてしまったこと、そしてまた解説もかなり薄くなってしまったことを本当に申し訳ございません。今年はもうあと残り3戦、特に特別な動画は今年はあまり出せません。おそらく、残り3戦の解説動画と、まあ、休止をする、本当に完全に休止をするという内容の動画、まあ、残り4本になるかと思います。それ以降は、2月3月ぐらいまでは、
動画投稿休止ということがありまして、まあ、残りわずかの、私の活動も、今年の活動も残りわずかですので、まあ、ぜひ皆さん動画を見てくださるとありがたいなと思います。ここ最近本当に登録者の方が増えていただいていて、本当にありがたいです。これからこのチャンネルの規模も増やしていきたいですし、まあ、何よりもまずはロスコートの人気というところも上げていきたいですので、まあ、ぜひぜひ皆さんチャンネル登録をしていただいて、この動画を広めていただいて、ロスコートの魅力のというところを、まあ、もっと発信していければなと思います。これからもぜひよろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録をお願いします。また次回お会いしましょう。さようなら。